はい、それではですね、Jリーグウィニングラブ2014マスターリーグをね、やっていくんですけれども、その前にコンサドーレ札幌の2014シーズンのメンバーをおさらいしていきたいと思います。はい、まず一人目はイ・ホッスンですね。コンサドーレにとっては初めての韓国人ゴールキーパーでしょうかね。はい、この後に今クソンニュンと、まあ、続くわけですけれどもね、最初韓国人のキーパーが来た時は、どうなの、大丈夫なのと、思いましたけれども、マイクロとなくね、ビッグセーブでピンチをね、作ってくれました。本当にひたがら的にもね、ナイスガイでね、結構ファンの人も多かったんじゃないでしょうか。はい、残念ながらね、2012年かな、はい、試合中に怪我をしてしまってね、その後はこう出場機会がほとんどないまま、湘南に行ってそのまま韓国に入ったと思うんですけれどもね、ぜひこのマスターリーグの方では大活躍してほしいと思います。さあ2人目でパウロンですね。まあ本当にこう上背もね、高くて、あとはセットプレーからの得点なんかもこう結構取ってくれたかなっていう印象はあるんですけれども、まあただとにかくね、怪我が多かった。はい、スペランカー、スペ体質とかっていうのはね、僕はそれまで全然知らなかったんですけれども、パウロン、彼のおかげでその言葉を覚えました。パッパッパッパウロン、パッパウロン、パウロン、オレってね、チャートも楽しかったですね。さあ、奈良ちゃんです。はい、今はね、福岡で、レギュラーを取っているのかな。はい、中心選手として戦ってるみたいですけどね。まあ彼が出てきた時はもうしばらくコンサドーレのディフェンダーは安泰だなと思ったものですね。ただこうあまりにも素晴らしかったせいですぐに強奪をされてしまいました。はい、このねリーグの方ではぜひ頑張ってほしいと思います。さあ日高選手ですね。女性ファンの結構人気も高くて、タクミーヤなんてね言われてましたけれども、まあトスのね中心の選手がコンサドーレに来るっていう風に発表になった時は、結構こう僕もねびっくりしたものです。はい、このシーズンの方では何度もサイドをえぐってですね、ぜひとも得点に絡む活躍を見せてほしいなと思います。さあ上原慎也ですね。入団当初はね、フォワードでやってましたけれども、まあ、この年かこの年の前ぐらいから、サイドバックにね挑戦して、まあ、サイドバックの方では結構定着したのかなっていう風に思います。まあ、スピードがあってね、あとはこう試合終盤に見せる劇的なゴール、そんなのも思い出深い選手ですね。国立にね、見に行った横浜 FC との試合、2011年かな、はい、その時に決めた打点の高いヘッド、忘れられませんね。はい、川井隆二さんですね。まあ、マリノスから移籍してきた時はね、本当にあの川井隆二が来るんだと、思いましたけれども、今ではね本当にもう引退後も、コンサドーレの方に残ってくれて、頑張ってくれている選手です。まあ隆二、お前は赤と黒の男ということで、このマスターリーグでも頑張ってください。さあ宮沢ひろきですね。24歳ということで、7年前なのでね、彼はもう今は31歳で、コンサドーレの方でも活躍、まあ、未だにね活躍してますけれども、まあ、この頃ぐらいからね、今のようななんかこうプレイスタイル、ちょっとこう読みの鋭いね、感じでこうなんでしょう、まあ、攻撃的っていうか守備的にシフトしていったのかなっていうようなぐらいの年代だったかなっていうふうに思います。はい、まあ本当にね、今でももちろんそうですけどもね、もうこの年ぐらい、まあこの年の前ぐらいからかな、はい、もう札幌をちょって立つんだと、そんな男気を見せてくれる宮沢ひろき、俺らの10番頑張ってくれ。さあ石井ちゃんですね。愛媛から帰ってきたらこうサイドもできるようになって帰ってきたというような感じでですね、はい、結構こうクロスとかを上げたりとかも、まあ、してましたけれども、得点にもね、絡んだりしていて、結構レベルアップした石井ちゃんが帰ってきたなという印象で、見てました。はい、ぜひ、このコンサドーレのマスターリーグの方でもね、そういった活躍、見せてほしいと思います。さあ砂さんですね。はい、結構ねこの年ぐらいからなんかこう直接フリーキックがやけに入るようになったなという印象ですね。
確か2014年の開幕節、ジュビロ磐田戦でも、直接フリーキック決めて、その後もね、結構何本か取ってるかなと思います。まあもちろんこの2014シーズンマスターリーグの方でもね、中心選手として戦ってもらう予定なので、スーパーサブ、来シャもスタメン、いろんなところで戦ってほしいと思います。さあみんな大好き前田俊介、前田俊介に切り替わるとね、なぜかこのワールドアンセムに曲が切り替わりました。まあランダムでね、プレイリストを設定して流しているんですけれども、やっぱり毎春を、このプレイステーション3自体も諦めていないみたいですね。はい、世界の前田俊介、さあ見せてくれ。さあウッチーですね。まあ本当にこうウッチーはですね、もう数多く札幌の歴史に残るようなゴールをたくさん取ってくれた選手だなと思います。はい、愛媛からね、あの点取り屋が来たんだということは本当にびっくりしましたし、まあ内緒のコンサドールの試合では結構ね決められてたので、あまりこういい思い出はなかったんですけど、味方にするとこんなにも頼もしいフォワードがいたのかというぐらい、頼もしい選手でした。ぜひねたくさん点を量産してください。さあ金山純喜ですね、ちょっと顔は似てないですけれども、まあ正確なフィードかな、本当にね、あのこうパントキックゴールキック、どっちもね本当にうまかったなと思います。1点目は確かにトクラにこうそのまま通って、トックンが振り向きざまでね超スーパーボレーシュートを決めるなんていうのもね、確かこう金山選手がこう起点になったのかなというのもありますし、本当にとにかくフィードの上手くて、セービングもね、まあ、のこう結構ビッグセーブもしたり、人柄も良くてかなり愛された選手でしたね。はい、さあ園田選手ですね、フロンターレから、まあ、移籍してきて結構こう期待をしていたんですけれども、ちょっとコンサドーレの方ではあまりこう自分の実力が出せなかったのかなという印象もあります。まあ、ただね本当センターバックの方、手薄なのでね、ぜひ助けてほしいなと思います。さあ前ちゃんですね。はい、初めてね見た時は確かあの J1 の時2012年だったと思ったんですけどもね、ああもう彼がいるならもう安泰だなと、サイドバックこれでもう10年は大丈夫だなと、思いましたが、まあその後ね富山にレンタルしたりとか、して今は、まあ、山口とかねマリノス、経て今山賀にいるんでしょうかね。やっぱりねこうセンスが光るプレーが、すごい魅力的な選手だなと思いました。ぜひねこのシーズンの方でも、サイドを駆け上がるプレー、切れ味するというパス、そういうので見せてください。帰国選手ですね、栃木とかと、まあ、一番やっぱキャリアで、輝いたのはベルディの時かなというふうに思うんですけれどもね、163センチと小柄なこう身長ながらね、まあ、決定的なパスとか、そういったのが結構印象的でした。結構ねプレースキックとか帰国が、最初の方はコンサドーレで蹴ってたかなという印象があります。まあぜひねこのシーズンの方でも、そういったね正確なキック、ないしはね、自分でもねちょっと決めてほしいですね。コンサドーレのリアルでは決めれなかったですからね。はい、さあソフンですね。あまりね、こう、出荷には恵まれませんでしたけれども、確かね、厚別でやった試合のね、どこだっけな、相手が岐阜戦だったかな。はい、あの、ラモスとか、吉勝とか、アレックスとかいた時のね、厚別での試合で、2-0 で勝ってて、2-2 に追いつかれて、ロスタイムかなんか終了間際にね、ソフンが決めて勝ったっていう試合がありました。まあね、服を脱いで、こう、イエローカードをもらっちゃったりするんですけれどもね、もうその1試合だけでも来てくれた価値が大いにあった選手だなと今でも覚えてます。ぜひねそういったのスーパーサブでのまあ起用に、中心になるかと思いますけどもね、そういったゴール見せてほしいと思います。さあ特訓ですね。はい、加入当初はですね、まあ財前監督のもとあまりこう出場機会が恵まれなかったですけどね、まあ終盤はまあほとんども彼のチームだったと言っても過言ではないんでしょうか。ないじゃないでしょうかね。2014年ね。この後2015、2016、2017、2018。かな ?2019 はもういないもんね。2018年までね、在籍するわけですけれども。まあ何度もね、コンサドーレの、得点。まあ彼のゴールで勝ったっていう人はもう数知れずですね。ぜひともですね、そういったゴールたくさん見せてほしいと思います。
さあ榊くんですね、もうターボエンジンを積んだ人間という感じで僕はね見てましたけれどもね、小柄ながらもなんか本当にもうとにかくスピードで足がねめちゃめちゃ速く見えるんですよね。ゴールもね結構こうザーンというねこうね弾道鋭い、シュートがよく打ってたなーっていうのが印象に残ってます。ぜひね、このスーパーサーブでの気になると思いますが、ぜひ頑張ってください。さあ鉄さんですね、顔がイケメンでねかっこよく、ちょっとねこの髪型はなんか違うので、もしかしたら後でエディットでいじるかもしれないですけどもね。来た当初はねちょっとこう期待にあまり応えられてなかったですけれども、まあこうなんでしょう、第2ゴールキーパーとかな、まあ、あの練習とかでもねすごくこうなんでしょう、一生懸命って言っちゃ変ですけども、こうサブながらね腐らずにずっとやってて、こうたまにね、まあ、試合に出てくれると、パフォーマンスをかなりこういかんなく発揮してくれた、最終的には本当頼もしい選手で、コンサドーレを去っていったなというような印象です。はい、あのファンサービスとかもねとってもこう丁寧な対応していただけるね素晴らしいナイスガイでした。ぜひねこのマスターリーグの方でも活躍してほしいと思います。さあ上里和正ですね、 FC 東京とか徳島を経て、一回りして大きくなった上里和正がね、また帰ってきたっていう感じでしたけれどもね、はい、あの本当にこうハードタックル、削るプレーっていうのがねもう本当ザ・ボランチっていうようなこう素晴らしい、体を張ったプレーがね印象的な選手でしたね。キック精度もねすごく良くて、結構こうフリーキックでもねこの時点を取ってたのかなと思います。まあプレースキックとかそういったことをね、ぜひとも戦ってほしいと思います。さあステファーノリリパーリ、もうね覚えてるのはこのチャントぐらいしかないということで、プレーはほとんど試合は出てないんじゃないかな。まあ、あの前年にね、レコンビンがベトナムから来たということで、アジア人の、まあ、第2弾みたいな感じで来ましたけれどもね、ちょっとこうケンサドールの方では、活躍できませんでしたがね、まあ、あの頑張ってほしいと思います。ステファノ頑張ってください。さあ古田君ですね、この2014年で残念ながらこうシーズン途中でね、レンタルで移籍してしまうわけですけどもね、まあ本当に後悔が一つあるとすれば、この古田君を育て上げられなかったということ、コンサドーレのねきっとね本当にもうあのままキャリアを積んでいたら今では中心人物の一人になっていた、来週はもう世界に行っていたのかなと、そういう風な期待をした選手の一人でもありました。はい、もちろんねこのゲームの中ではねバシバシ使っていくのでね、ぜひともそのねあの浦和レッズのサイスタでのね、2点を取ったあの輝きを見せてほしいと思います。さあヘナンですね、本当にはこう練習場とかにね僕はこの当時結構行ってたんですけども、まあ足元がねすごく上手でなんで使われないんだろうっていうような、感じの選手でした。あまりね出荷に恵まれないでコンサドーレからはもういなくなってしまったんですが、そうですね、札幌ドームでね決めたこうゴール前でね、ゴールキーパーを抜いてこうすごくねおしゃれなゴールを決めたんですよね。あのゴールがね今でも覚えてます。ぜひヘナ頑張ってください。さあクッシーですね、クッシーもねやっぱ奈良ちゃんと並ぶなんでしょうコンサドーレの2人のこう期待のセンターバックという感じでしたが、最終的には、ね、2人ともいなくなってしまいましたけれども、まあ、クッシーもね今も別のチームでキャリアを積んでいるということで、まあ、やっぱりこういい選手が育ったんだなというふうに思っています。まあ、体が強いのでね、たくさんの出場があると思いますから、ぜひ頑張ってほしいと思います。さあ長坂君ですね、まあ、前年にねユース昇格してこの年ぐらいかどっかで、ねタイに移籍してしまいますけどもね、レンタルかな、はい、その後もこう結構レンタルを経て今あのスカイアースでいますけどもね、この間ブラブレッジにね、勝ちましたね。本当にこう、彼のねお母さんとお父さんがやっているスプーンというお店、コトリにあるんですけどね、そこにも食べに行きました。ぜひね、頑張ってください。さあ幼いくんですね、まあ、サイドバックで結構ね、ほんとこの年とかは出場機会が結構恵まれて、思い出されるのはほんと厚別で決めた
勝手にね、僕はあのイーグルショットって呼んでるんですけどね、弾道の低い鋭いね、スピードのシュート、あんなプレーをねまだ見せてほしいなと思います。勝手にね札幌のロベカルと呼んでましたさあ松本くんですね。はい、おさらいくんがね攻撃的なのに対して松本くんはどっちかといえばこう守備的な印象、あとはねこうロングフィードが結構正確だったなーっていうような印象があります。ぜひそういったねプレーでこうチームを助けてほしいなと思います。さあ新野くんですね。あれ俺こんな髪型してたんだね多分これあのねいつかの、エディットデータを僕勝手にこういじって、髪を長くしたんだと思うんですけれども、はい、まあ、この2014年とか2012年とかね、2013年とか、まあ、その辺でこう結構ね、本当に活躍して、あ、多分この選手は、もういつか引き抜かれるんだろうなってずっと思ってましたがね、今でも残ってくれて、札幌愛に溢れる、選手ですね。サポーターもね、あの、新野くんのこと大好きですけれども、はい、ぜひともね、札幌のダイナモとして、駆け回ってほしいと思います。頑張れ、新野くん。さあ前高之の弟ですね、ひろゆきですね。あ、今ではもう福岡の中心的選手、もう福岡は前ちゃんのチームといっても過言ではないんじゃないかっていうぐらいね、本当にこうチームを引っ張って、キャプテンマークもねたまに巻いたりしてますけれども、はい、あのベストゴールに選ばれたシュートすごかったですね。コンサドーレでもね、この翌年とかでまたね大活躍するような感じで出場機会は結構増えたと思うのでね、はい、ぜひともねこのマスターリーグの方でもそのような活躍見せてほしいと思います。さあ深井くんですね。ユース最高傑作、はい、やっぱりねこう忘れられないのはあのねルヴァンカップの決勝でも決めましたけれども、あの後ねリーグ戦とかでも結構セットプレーから点を取ったりして、最近はちょっとねあまりこうゴールが決めれていないですけれども、いいところでね決めてくれる選手っていう印象です。もちろんそのハードプレス、ハードタックル、そんなのもね、こうかなりこう最近ではもうちょっと一時期ねコンディションが下がってるのかなという時期がありましたけれども、最近のリーグ戦ではかなりこう良くなっているんじゃないでしょうか。はい、まあね18歳の深井くんですけれどもね、どんどん使っていきたいと思いますので、たくさん成長してたくさん助けてください。さあ中原くんですね。はい、本当にねシュートに行くまでは素晴らしい、ただシュートが決まらない、そんな選手でしたね。今ねベガルタ仙台に行ってこの間、ゴールを取っていましたけれども、まあ試合の方にもね出ているということで、やっぱりこうコンサドーレのユースって優秀だなと思わせてくれた、選手ですね。はい、ぜひね、このコンサドーレの方ではあまりゴール取れなかったですけれども、このシーズン、このゲームの中ではねたくさん点を取ってほしいなと思います。さあ工藤くんですね。はい、大学から特別指定かなんかで来た時はね、おーかなりやっぱいい選手来たなという風な感じで見てましたけれども、まあちょっとねこう終盤の方はあまり周回に恵まれないで、レンタルでどっかに相模原かな、はい、行って、まあそのまま対談という流れになりましたけれども、結構ね、スピードとかがあってこう裏に抜ける感じが、かっこよかったなと思います。まあ、あまりねスピードのある選手がちょっといないので、ぜひそういったところで使っていきたいなと思います。ということでですね、以上の、選手たちでねこのシーズンを戦っていきます。でですねこういろいろとね、考えてはいるんですけれども、まあ、たくさんの選手を使いたいということでですね、怪我を多めに、設定してねやっていく予定です。あとねほんとプレイステーション2の頃と違ってプレイステーション3のウィニングレブ全く別ゲームになっていてね、たくさんこうかっこいいプレイとか、いろんなね技術がねたくさん詰められているので、結構ねあの本当にサッカーらしいサッカーを見せられるかもなと思います。まあそのためにはね本当技術を磨いていかなきゃいけないんですけれどもね、こんな感じでやっていきますので、ぜひお楽しみにしていってください。それではね、この最後はですね、オープニングムービーがねめちゃめちゃかっこいいので、それでお別れしたいと思います。多分ね、今週中には、1試合目2試合目とかもねアップできるかと思いますので、コンサドーレファンの皆様、サッカーファンの皆様、ぜひお楽しみにしていてください。どうもここまでご視聴いただきましてありがとうございました。